あの藤原さんにピックアップしてもらったあの美男美女の方に出てもらおうかなと思いますのですごい素敵な人だったみたいなファンがすごく多い職人いますね。なるほど、ガガガガっていうのずっと。そうですね、ちょっとハーフっぽい顔立ちですけど今日25歳でものづくりに興味がある方がいれば、まあ、楽なことばっかじゃないです。僕たちが今見てくださっている方たちに伝えられることってあると思うので。はい、ということでですね、今回の動画はですね、ジョンブルーの、工場見学の引き続きで、インタビューをやっていきたいなと思います。で、藤原さんにも引き続きあの出てもらってインタビューさせてもらうんですが、まあ、今回は職人さんをメインにインタビューさせてもらってお一人ずつ藤原さんにピックアップしてもらったあの美男美女の方に出てもらおうかなと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、僕の、まあ、先輩にあたる方なんですけれども、はい、生産部のコレヒサさん、女性の方にまずは来ていただきました。お願いします。コレヒサさん、はい、はい、そうです。職人歴って言ったらどれぐらいですか？7年目ですね。7年目。今ちなみにそのどういう工程をされてはるとかっていうのは？今は本生産って言って商品になるものを作ったり、はい、そのなる前の段階のサンプル縫いを主に塗ったりしてますね。あ、じゃあ下であったミシンとかガガガガっていうのをずっと。そうですね。一日ミシン塗ってます。あ、僕この来させてもらう道中で、なんていうんですかね、まあまあ田舎じゃないですか。で、なんていうんですか、こうおじいさんおばあさんが多いんかなっていう勝手なイメージやったんですけど、藤原さんも以前綺麗な方いっぱいいらっしゃるよっていう話とか、まあ、若い方、男性の方も女性の方もいらっしゃるっていうふうには聞いてて、実際こう見たらこう若い方がいっぱいいらっしゃったんで、はい、で、堀下さんはこのなんでこの職人さんをやってはるんかなっていうのを。人から物を作ったりとかするのが好きだったので、うんうんうん、で、私のおばあちゃんも縫製を昔してたので、うんうん、そういう流れもあって自然と服を作ってみたいなってことで専門学校行って、そこからこの会社に入りました。あ、じゃあそこからずっとこうでミシンやってはるって。なんかそれこそ大阪とかでいてはったらなんかね、逆に店員さんとしていてはるっていうか ね、 そうですね、作り手じゃなくて売り手として多分いてはるような感じの方なんで、なんかまさか意外やなっていう感じなんですけど、これからもじゃあしばらくはまあそういう服を洋服作っていきたいなっていう感じですか。そうですね。まあ、その作ってる側としてはなんかどういう風に着てほしいなとかっていうのがあったりとかしますか？でもやっぱデニムとかが作るものが多いんで、うんうん、ワンシーズンだけっていうよりは長年何年も履き続けてもらって、その人のいい感じのデニムというか使いこなしてずっと履いていただければ嬉しいなと思います。今チャイムになったんですけど、これガッツリ使うんで大丈夫ですか？やっぱり僕も見させてもらったらかなり皆さん苦労してね作ってはるんやなって、実際僕も体験させてもらって分かったんで、できるだけ長く使ってほしいなっていう感じですかね、はい、なるほど。特にコレヒサさんはジョンブルの直営店でやっているメーカーフットっていう本当にナンバーパークスとかでイベントでこう実際に職人さんとして登場していただいて、それで関西でもコレヒサさんすごい素敵な人だったみたいなファンがすごく多い職人いますね。なるほど。南千葉にもよく言われます。あ、コレヒサさん似てますか？コレヒサさん来ないの大阪みたいな言われたりとか。ってことはこの動画見てもらってる方もしかしたら藤原さんからコレヒサさんに変わるかもしれないです。今は藤原さんって言ってますけど、はい、次はコレヒサさんになるかもしれないということ で、 です、ね、もしかしたらイベントとかあったらまた関西も来られることもあるかもしれない。ぜひ、ね、があれば関西に来てください。はい、ということでまず一人目の方は、コレヒサさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。次も同じく生産部、はい、職人さんの女性の方で、うん、田中さん、また綺麗どころを連れてきてくれて、はい、ありがとうございます。田中さんはちなみに、ジョンブルーの職人さん歴でいうと何年ぐらいなんですか？さっきコレヒサさんと同じなんですけど、はい、私も7年目に、はい、もうずっと職人さんやってはるって感じですか？はい。ちなみにやってはるのはミシンとかが？そうですね、うん、ちょっとハーフっぽい顔立ちですけど、岡山の方？岡山です。あ、岡山出身で、はい、岡山は結構美人な方が多いってことですね。今日美人どころのチョイスをしてます。コレヒサさんも田中さんも、うんうん、岡山の直営店にいた時にお店に遊びに来ていただいた時、僕は本社の職人さんって分からず、普通に可愛い女の子来たってなるぐらい分かんないですよね。
じゃあ、 まあ作ってる作り手さんとして実際お店に行きはることもあるってことですかね。そうですね、プライベートで行くこともありますし、うん、さっきのメーカーフットとかでも行くことはあります。うんうん、あ、じゃあ自分の作った服が売られてるわみたいな感じですか。そうです、その、なんで職人やってんのって聞かれたりとかってされませんか。そうですね、私高校が、うんうん、工業用ミシンを使う学校だったんで、そのままの延長でここに入社したのと、服が好きでものづくりがしたかったので。それはちなみに何て言うんですかね、売り手で販売したいなって思いとかよりもどっちかというと作りたいっていう思いだったんですかね。そうです、まずは作りたいっていうのが、うんうん、どういうふうな思いで来てほしいなとかってあったりしますか。パンツとかって長年履いていくとその人の味も出るので、うんうんうん、その味を楽しみながら大事に履いていただけたら嬉しいです。やっぱりこう大事に物は使ってほしいなっていうふうに思う。そうですね、なるほど。なんかこういう職人さんたちと話すと中途半端なことは接客で言えないなって思いますし、一番わかりやすく作ってくれている人たちの気持ちを伝えるのが僕たちの仕事なんだなっていうふうに思うので、やっぱりこうやって職人さんたちの距離感が近かったりっていうのがすごくこの会社の強みだなっては思います。タン君ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あと2名出てもらうんですけど、あと2名の方は両方とも男性で、残念ながら残念ながらじゃあ3人目の方よろしくお願いします。はい、次は若手の、デザイナーで新しく入ってきて、メンズのデザイナーの浦田くんに来てもらってます。なるほど、よろしくお願いします。お願いします。浦田さんはちなみに年はおいくつですかね。今日25歳。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがの拍手が。ちなみに皆さん知ってはる感じですか。言ってなかったですか。いや、言ってないです。あ、おめでとうございます。自分の間だに。ほんなじゃあバッサリカットしてこうかな。25歳でお若いじゃないですか。でデザイナーされてるっていう感じで、はい、僕の周りではいてないんですけど、はい、まあ、専門学校とか行ってデザイナーやってはるって感じですか。あ、そうですね、もう本当に専門学校を4年間行って、うんうん、まあ、新卒でうちに入りました。なるほど、ね。はい、デザイナーさんっていうと、まあ、毎期毎期新しい服を作っていくっていう感じなんですか。まあ、定番の商品とかももちろんあるんですけど、うん、基本的には展示会っていうのがあるんで、うん、もうシーズンごとに、うん、まあ、そのシーズンによっては変わるんですけど、うん、まあ、百貨店近くとかも本当に毎シーズン出したりはしていますね。まあ、じゃあ定番の形もあるし、ちょっと、まあ、自分らしさ出す作品もあるっていう感じ。そうですね、いろんなバランスを取りながら。なるほど、はい。デザイナーって結構その奥が深いんかなって、まあ、イメージはあるんですけども、その、まあ、それこそベテランのデザイナーさんもいらっしゃると思うんですけど、はい、もちろんそうですね。まあ、何がデザイナーでこう難しいとかってあったりするんですかね。やっぱりいろんな商品があるんで、うん、多分お店に行って見てくださってるアウトラストとか、はい、ああいった商品とかもあったり、うん、逆に加工がいっぱい詰まったような、うん、商品があったり、まあ、いろんなものがあるんですけど、うん、まあ、そのバランスを取りながら作るのって結構難しかったりもして、うん、なるほど。まあ、でもそれが逆に楽しかったり。あ、はい、なるほど。まあ、僕みたいにやったらちょっと機能的なのを求めがちやけど、ブランドとしてはそれ以外ももちろん作らなあかんしっていう。お好きな系統とかって何かあるんですか。僕も結構こうそういうギアだったりとか、その、まあ、アウトドアブランドとかも好きなんですけど、うんうんうん、そういったものとか結構好きですね。やっぱデザイナーの裏の面っていうのは僕らやっぱ知らないん で、 そうです、ね、なんか新しいの作れるからいいなと思いつつ、実はこうバランス見ながら作らなあかんねんなっていうのは新たな発見でした。はい、特にうちならではだと思うんですけど、うん、メーカーであり直営店を持っているっていう形なので、やっぱり浦田くんとかうちのデザイナーやパターンナーっていうのは一度必ずどこかの店舗で1年間販売を実際にしていて、なので浦田くん接客もきちんとできる。で現場でちゃんとお店の状態とかお客様のニーズとかもちゃんと自分の目で見た上で、今岡山に来てこうデザインに落とし込んでいってくれているので、やっぱりちゃんと現場が分かるデザイナーさんたちが今育っていっているっていう状態です。そしたらじゃあ藤原さんの逆っていう感じですよね。販売員は職人さんのとこ1ヶ月くらい行って勉強するのと、そうです、逆パターンっていう、はい、まあ、お互いの気持ちが分かった上で、まあ、ものづくりやったり販売したりできるっていうことですかね、はい、なるほど。最後に浦田さんから何か一言ありますか。一言
ことですか、ね、今までとちょっと違う振り方がやってる、デザイナーやから新しいちょっと振り方しようかなと思って、よかったら僕の作った服が結構次の、はい、SS、まあ、秋冬のシーズンが結構出てきますので、あ、そうなんですね、ぜひともよろしくお願いいたします。 2020SS ってことですかね。あ、今年の秋冬ももう出てくる、多分そろそろ店頭とか、はい、なるほど、出てきますので、わかりました、はい、またあの藤原さんのとこ行った時に教えてもらいます。はい、はい、お願いします。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。次の方が最後の方でちょっと呼び込みお願いします。はい、では最後に改めて中井さんに登場していただきます。どうぞ。はい、どうも。いやー、ありがとうございました。今日は一日本当に助かりました。中井さんはもともと販売をされてて、はい、まあ、今は工場の長としてやられてるとは思うんですけども、はい、ものづくりが好きで今工場長をやってはるっていうか工場長をやってはるっていう感じなんですかね。そうですね、もともと藤原も言ってましたけれども、はい、研修が入社して店舗に配属でも研修があるんですね、うん、で元々自分もお店 で、うんうん、で研修がありまして、うんうん、で今ちょうど帰ってくださってる大阪店のオープニングで、うんうん、オープニングスタッフとして入ったんですけど、そのオープニングは9月だったんで4月入社でいうともう半年ぐらい期間があったのもあって、ああ、うんうん、この本社の1階の工場でお手伝いやら、まあ、いろいろ体験させてもらって、そこから、まあ、私の直属の、まあ、上司というか先輩がおるんですけど、はい、その方に今ものづくりの楽しさをいろはを教えてもらって今があると思って、はい、実際はその職人さんとして勤めた方がやっぱ長いんですよね、販売やってた時よりも。そうですね、今でちなみにどれぐらい歴としてはありはるんですか。入社して16年なので、で大阪店に3年おりまして今ちょうど13年。あ、すごいですね。ぐらいですね、はい、もうそれこそステッチから何から何までめちゃくちゃ早いし正確やし、はい、びっくりしたのが 1. 何センチとか何ミリって言ってパッとやって、いやほんまですかって言ってパッと上がって、ほんまにぴったり3ミリだ3ミリやし、であんなんとかもやっぱ毎日やってるからついてくる感じなんですね。そうですね、感覚的な、うん、手が覚えたりするという、はい、なるほど。なんか僕聞いてわすごいいいなと思った話があって、藤原さん話よろしくお願いします。はい、どれですか。夜子供の、そうですね、はい、一番僕が中井さんで覚えてるのが研修時代に本社の5階にいるので、はい、夜にちょっと自分がミシンやりたいなって思ったら降りてやったりとか、夜になると中井さんが来るんですよね。一回お家に帰られてたのに帰ってきた中井みたいな感じ。そうですそうです。どうしたんですかって聞いたら、いや今子供とご飯食べてまたちょっとやりに来たって言って、もうその時でももう本当にリーダー的な存在なのに、やっぱり残って一人で自主トレやったり自分の作品をやってるのを見て、本当にこういう人たちが自分がこれから売る服を作ってるんだなと思って、すごい熱い気持ちになったの、うん、今でも覚えてて、うん、あれ見たらやっぱ自分も頑張ろうって思えたきっかけなんです。最後に今日の動画見た上でもしかしたらこうデニムを作ってみたいなとか、デニムを作る仕事をしたいなって思う人もしかしたらいてるかなって僕は思うんですよ、見てて、はい、多分憧れる人いてるやろうなと思うんですけど、はい、まあ、なんかそういう人に向けて一言あったりとか、その洋服作りたいと思ってる人に対しての応援じゃないけど、なんかこういう風にしていったらいいかなっていうのなんか中井さんからあったりしますかね。そうですね、もし今日動画見ていただいて、ものづくりってこう機械でできていくんじゃなくて、一本一本やっぱり人の手で出てきていて、で海外生産がやっぱり多かったりするこの時代なんですけど、やっぱり手間がかかります。人の手がやっぱりかかってるんで、一本ジーンズ作るのにすごい時間かかってたりするんで、そういうのやっぱり、まあ、皆さんに感じてもらえたらと思うのと、これ見てくださってものづくりに興味がある方がいれば、まあ、楽なことばっかじゃないです。本当に覚えないとダメなことであったり、単純作業ももちろん多いので大変なこともあるんですけど、できた時の喜び、コツコツすることが好きな方であったり、ものを作るのが好きな人にはぜひこういう世界もあるよっていうのを分かってもらえたらなと思います、うんうん、はい、いやほんまに素敵な時間でした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、以上4名の方にわざわざちょっと仕事終わってから出てもらって、4名の方ありがとうございました。そちらにいてるんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。
まあ僕はその実際こうお話しさせてもらうことはもうなかなかないので、もう実際お話しさせてもらって、皆さんこう熱い思いでこう作ってはったり、イラスト考えてはったりとか、あとまあいろいろこう育てていってはったりとかしてるのを見て、なんか自分もほんま学ぶべきことがいっぱいあるなと思って、なんか今日そんな一日だったんで、ほんまに藤田さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、最後藤田さん何かありますか。まあ今日一日本当に作造さん、嫁造さんに工場を見ていただいて、実際にミシンを触っていただいて、多分楽しいことばっかりじゃないなっていうのもちょっとだと思うんですけど、見ていただいたりとか、多分今映っていることが全てではないっていうのは一個やっぱり分かってほしいなっては思うのですよね。ほんまに、ね、細かい作業とか、ね、これやってるのとか、だからポケットひっくり返すの、僕やっぱり研修時代1日やりましたけど、やっぱり何回かやっぱり意識が飛びそうになったりとか、うん、そういうのを皆さん踏まえた上で、うん、今ものづくりがやっぱり楽しいとか、うん、喜んでもらえて嬉しいっていう言葉が出てると思うので、うん、もしうちのお店に来てデニム手に取ってくれる時には感じてもらえたり、うん、あ、だからポケットの中の袋ピンって立ってるんだって思ってくれたら嬉しいなって思いますし、やっぱりこういう機会で拓造さんは実際に職人さんとお会いして感じてくれてる部分たくさんあると思うんですけど、普通のお客さんはそれができない。ただ直営店のスタッフがこうやっているからこそ、僕たちが今見てくださっている方たちに伝えられることってあると思うので、もしも興味がある方は僕が中井さんやみんなの代わりにできる限りのことは伝えたいので、ぜひお店でお待ちしてます。はい、僕は何もお伝えできないので藤原さんの方に行ってください。はい、以上貴重なインタビューでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、取られてなかった。キワキワで濡れてます。ジャーディーだー。